フランス第二の都市、地中海を望むマルセイユにあるパレ・ドゥ・スポー、スポーツパレスです。 WBA 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、日本が誇るハードパンチャー中里茂がチャンピオンマヤル・モンシプールにチャレンジします。中里にとって3度目の世界挑戦、かつてオスカー・ラリオスの顎を砕いたその剛腕で日本ボクシング史上7人目となる海外でのタイトル獲得なるんでしょうか。マルセイユのスポーツパレス、いよいよ両選手がこのリングに入場してきます。今晩の放送の解説は元世界チャンピオン濱田剛さんでお送りしてまいります。よろしくお願いします。濱田さん、はい、中里3度目の挑戦になりましたね。3度目の正直ということですね。表情も、はい、そして体調も万全できてますね。あ、そうですか。沖縄県宜野湾市出身、 WBA 世界スーパーバンタム級7位、32歳の中里茂です。その中里が今場内に紹介されまして、これから特設のプラットフォームを経ましてリングに入場するところです。おととし4月の世界初挑戦、 WBC チャンピオンのオスカー・ラリオスの顎を砕き、チャンピオンをあと一歩のところまで追い詰めました。去年3月の再挑戦も中里の強打は空を切り、大差の判定負けを喫しました。しかし一発の魅力を秘めた中里のスタイルが認められ、みとびチャンスが訪れました。中里にとって初めての海外での試合、敵地フランスでのタイトルマッチ、この不利な状況を覆す中里の強打が炸裂したとき、日本ボクシング史上7人目となる海外でのタイトル奪取が実現します。沖縄から13年ぶりに世界チャンピオン誕生なるか、中里茂です。昨日このマルセイユの視聴者で行われた計量ではリミットを 400g 下回る 54.9kg、 チャンピオンモンシプール中里ともに1回で計量をパスしています。さあ、いよいよこの地元フランスマルセイユのファンの大歓声に促されまして、チャンピオンマヤル・モンシプールの入場です。イランの首都テヘラン出身、10歳の時警察官だった父の勧めでフランスへ移住、17歳でボクシングを始めました。96年10月プロデビュー、2001年にフランス国籍を取得、2002年にはフランス、欧州両タイトルを獲得し頭角を現しました。2003年7月、あの佐藤治からタイトルを奪ったサリム・メジクンヌを TKO で破り、この世界タイトルを獲得。その後3回全てナックアウト防衛を果たしています。目下7連続 KO 勝ちを続けるモンシプール、日本からやってきたハードパンチャーをこれまでと同じようにキャンバスに沈めることができるでしょうか。夢は母国イランでの防衛戦と語るチャンピオンマヤル・モンシプールです。今リングサイドゆっくりとリング入場を待ちますマヤル・モンシプール、今日が4度目の防衛戦になります。濱田剛さん、はい、なんといってもタフなファイターというふうに聞いています。完全なファイターですね。タフでパンチがあってしつこいですよ、この選手は。はい、今大歓声の中、チャンピオンマヤル・モンシプールがリングインです。戦績は26勝 18KO、 2敗2引き分けです。なおこの試合レフリーはアメリカのラウール・カイエズさん、ジャッジはタイのプレアドサブさんとアメリカのガルシアさん、そしてベルギーのベルビーケさんです。これから両国の国歌がこのスポーツパレスに流されるところです。日本の君が代に続きまして、チャンピオンフランス国歌の演奏です。
ルセイユからパリに入場したマルセイユ義勇軍が歌っていたことから、この歌はラ・マルセイエーズと呼ばれるようになりましたフランス国歌でした。 WBA ルールはご覧の通り3ノックダウンシステムです。さあこれから場内に両選手が紹介されるところ、さあ浜田剛さん、はい、共にファイターの一戦となりました。うん、そしてですね、このチャンピオンモンシプールは、はい、真正面のファイターなんですね、はい、駆け引きなしのガードの上を打たしながら突進してくるファイターですから、はい、中里からすると、計算しやすいですね。というのは、はい、中里を真正面から打とうと思えば打てるということですよね、はい、今中里が場内にコールされました。そうなりますとかなり立ち上がりからお互い打ち合ってということになるんでしょうか。キロ中里陣営とお話しするとですね、5ラウンドまでに決着つけるとそういうことですからね、はい、やっぱりこの2ラウンド前からしても1回目からいくでしょう、はい、火花が散っています。さあ WBA 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦いよいよ第1ラウンドのゴングを迎えます。場内からはすでに足踏み手拍子が起きています。赤コーナーが中里茂、そして青コーナーがチャンピオンのマヤル・モンシプールです。さあ第1ラウンドのゴングが鳴りました。スッとリング中央モンシプール、そして中里が左を出していく、中里前に出る、中里前に出る、中里は左を打つ、そしてミラー、中里立ち上がりが積極的、計算通り、予定通りですね、はい、作戦通りですね、立ち上がりからいきなり中里がラッシュしていきます。要するにですね、はい、チャンピオンが前に出てくるとこの選手はどんどん強くなるんで、前に出さないと、左さあ中里右だ、中里の大きなパンチ、中里前に出る、いや立ち上がりから中里一気に出ます。頭ぶつけながらでもですね、チャンピオンを前に出さないということですね、はい、このチャンピオン前に出るとどんどん強くなりますからね、第1チャンピオンが前に今出れなくなってますからね、はい、モンシプールがむしろ後退しています、うん、だからこれは作戦通りですよ、はい、さあ赤コーナーに詰める中里、一気にラッシュを仕掛けるか、立ち上がりから激しい試合になりました。ファイター同士の一戦、画面向こう側がチャレンジャー中里、手前がモンシプールチャンピオン、さあミラ一発パンチでは中里ありますからね、はい、まだ第1ラウンド立ち上がり1分経過したところ、おっと今度はチャンピオンの右、そして左がパーカット、中里いいですよ、しかしモンシプールも応戦します。左から右、モンシプールはですね、こうやって前に出ると、手数がもっと出ますからね、はい、しかし中里は明らかに手数上回っています。第1ラウンドの立ち上がり、いや中里すごいラッシュを立ち上がりから見せています。左から右、連打連打、この打ち方だとですね、はい、最終ラウンドまで考えてないですね。ああそうですか、はい、この打ち方だと、体力相当消耗しますから、最終ラウンドまではいかないでしょう、モンシプールが今ちょっとレフリーの方に目をやるような審査がありました。さあ2歳構わず前に出る中里、共に黒のトランクス、今画面の向こう側がチャレンジャー中里、手前背中が見えているのがチャンピオンのモンシプールです。いやモンシプールが前に出れないというのは珍しいですよ、さっぱ、さあ左側に、中里が再三左ラッパーボディー入れてますけどね、はい、これは有効ですね、はい、左のボディーブロー、チャンピオンのガード硬いですから、硬いんでボディー打っておいてちょっとでも下がったら左側に打ち込みたいということですね、はい、モンシプールはこの両方のガードを高く上げてとにかく前に出るというのがスタイルですからね。前に出ると、いくらでもパンチが出るんですね、だからパンチ出させないためにも、あーっと右左相手だ、これがすごいパンチが出ました、また左モンシプール、これは思うんですよ、モンシプールもちょっと表情が変わった、しかし中里応戦する、第1ラウンドの30秒になる、中里いいですよ、はい、中里立ち上がりから積極的です。今度はモンシプール左のダブル、このモンシプールのガードの硬さを中里のパンチ力で破れるかどうかなんですね、はい、そのパンチ力、パンチの強さはラリオスの顎を打ち砕いたことでも実証済みです。ハードパー、あっとアッパーカット、中里のアッパーです。第1ラウンドほとんど時間がなくなりました。いや中あっと左が当たった、チャンピオン左、思い切り振る分ですね、やっぱりガードがちょっと空きますから、はい、そこはチャンピオンよく見てますね。しかし立ち上がり激しい打ち合いになりました。中里のこのやり方だと後半持たないですね。ここで第1ラウンド終了、第1ラウンド大歓声の中激しい打ち合いのまま第1ラウンドが終わりました。中里の立ち上がり素晴らしい連打が見られました。
いやー第1ラウンド激しい打ち合いでしたね。これ作戦どうですね、今のチャンピオンモシクルの表情を見てもびっくりしてますよ、はい、あんなにパンチあると思ってなかったという話でしょうね。あのむしろ中里の方が手数そして有効打でもいやありますね、だから中里はこのチャンピオンを前に出させないと、いうことは成功してますよ今、はい、そうなりますとこのペースでいくと中里にそのチャンピオンを倒すというチャンスがね十分ありますね、中里期待がそれにしろ今のペースだとですね、はい、12回までは持たないでしょう、さあ第2ラウンド中里が第1ラウンドで見せたモシプルも出ますね、モシプルが出してきた、やっぱり、ね、中里の馬力があるんで、はい、そこは止めておこうということで、モシプル出ますよね。まずモシプルがスッと前に出てきてパンチを出しましたが、中里も左から右そして左、中里もいいパンチを出しています。チャレンジャー中里3度目の世界挑戦、初めての回、あっと左のパーカット、さすがにガードからディフェンスからの攻撃、チャンピオンいいですね、はい、リング中央に戻りました、いいもの持ってますよチャンピオン、共に黒のトランクス、ひげを生やしています、髪が長い方、あの腰の部分に琉球という縫い取りが見えます。チャレンジャーの中里、そして画面の左がチャンピオンのモンシプール、イラン出身の30歳モンシプール、一方中里茂32歳、間もなくあと2ヶ月で33歳になる中里です。モンシプールの手数が多くなってきてますよ、はい、あと左か右、さあモンシプールの連打、モンシプールの連打、今度はモンシプール構成だ、モンシプール構成だ、モンシプール構成だ、止めとかなきゃいけないですね、中里が懸命に相手を切り打ってます、中里もあと左が当たった、一発アンチャー中里の方がありますからね、はい、下がって止めるんじゃなくて、パンチで打って止めなきゃいけないですね、はい、この6000人収容のスポーツパレス、早くも場内大声援に包まれています。最高潮に盛り上がっています。リング中央クリンチです。いやー本当に激しい打ち合いです。あと左ダブル、なかなか左ダブルです。このやり方は、チャンピオンも後半までやると考えてないですね、何しろモンシプールはこのところ7試合連続ナックアウト勝ちを続けています。世界タイトルマッチ全てノックアウトに決着つけているチャンピオンのモンシプール、今度は右から左、右から上、いい感じになりますね、はい、今度は左ロングレンジで打ってきます。今度は中里が、中里もアッパーカットショートレンジで出していきます。左のボディーブローモンシプール、左髪、中里左、あ今いいフック打ってますけど、あーっと今フック打ったな、今度はモンシプールか、中里が、中里も応援する、モンシプールがですね、これガードが硬いんですけど、はい、打ちに行ったところ、はい、これ同時に打って中里のパンチが合う位置だったら中里の方が強いですよ、あそうですか、あっと、ね、中里のパンチ当たりました、ガードが硬い選手ですけど、打ちに来た時はガード開きますからね、中里に大いにチャンスがあります。第2ラウンド伸び、まもなく30秒になるところ、モンシプールが連打している時も中里と同時に打てばいいですね、まあ左のクイーン入りましたよ、今、はい、中里が今度は前に出た、中里前に出る、さあ残り20秒になる、第2ラウンド残り20秒だ、あと右、モンシプールの右、さらに連打、さらに連打、モンシプールの連打、モンシプールの連打、中里棒立ちだ、中里棒立ちだ、モンシプールの連打、リング中央、中里手が出なくなった、さあ中里が大丈夫か、中里大丈夫か、このラウンド残り5秒になります。懸命にクリンチ中里、第2ラウンド時間がない、ここで第2ラウンド終了です。これは後半までやっぱりいかないでしょうね。いや激しい打ち合い、第2ラウンドが終わりました。ああ剛さん、はい、今のラウンド終盤一瞬中里が棒立ちになるというシーンもあったんですが、ありましたけどね、その最中にモイスプールが攻撃してるところ、中里のまた左フック入ってますからね、はい、その時というのは自分あのモイスプールの動きも止まるわけですよ、やっぱり、普段だったら、はい、平然と打ってくるチャンピオンが止まるというのは、中里のパンチの威力が相当あるということですね、それだけあるということなんですね、要するにそういうことね、ご覧いただきましたように両選手身長そして昨日の計量では体重も同じでした。リーチではわずかにチャンピオンなんですが、もうこうして見ても体格もほぼ互角と見ていいですよね、同じでしょうね、はい、それとスタイルも大体似たようなスタイルですね、そしてチャンピオンの方は、はい、連打型、はい、中里一発型、の試合がありますけどね、これはもうどちらが勝つにしてもノックアウト必至という試合になっています。さあ第3ラウンド、あっと今度は中里出てくる、それですよ、あのモイスプール今走って出てきましたけど、はい、モイスプールの年を止めとかんといかんですからね、お互いに好戦的、まあとにかく
立ち上がりからこういった頭をつけ合っての打ち合いが続いています。第3ラウンド今度は中里か。しかし中里も浜田剛さん、はい、事前 の、 あのコンディション非常にいいというふうに聞いていましたが、コンディションいいからこれだけ打ち合えるんですね、はい、あっと今度は中里、長崎左、中里の左です。今みたいに切りましたか。ちょっとこちらからは分かりませんが、右目来てますね。右のまぶたのあたりカットしています。今一瞬試合が止まりました。レフリーの、はい、やり方を見るとバッティングだということですね。今あそうですか。今ドクターがその傷を見ています。レフリーはアメリカのラウル・カイエズさん。今第3ラウンドの立ち上がり試合が中断しています。まあこれで仮にストップすると引っ掛け防衛になりますから、はい、あ今あのアクシデンタルという声が聞こえました。偶然のバッティングということです。まだ試合は第3ラウンド、まあ、さあ中里出るぞ。中里出る。あの切ったことによるモンシプール、その精神的な動揺というのはどうですか。いやそれはいいことはないですよ、はい、目に血が入るし、モンシプールのパンチ。いいましたね、中里一瞬腰が落ちた。大丈夫か。中里モンシプール出る。モンシプールの右だ。また中里が棒立ちになる。モンシプールの連打。モンシプールの連打。場内総立ちだ。中里大丈夫か。中里今度打ち返す。中里大丈夫か。チャレンジャー懸命に捉える。モンシプールもですねやっぱり、はい、中里に打たれると止まるというのはやっぱり中里のパンチは相当響いてるんですね、はい、これまでのモンシプールであればもう一気に仕留めるという場面ですよね。モンシプールの場合は攻撃している時に仮に打たれてもですね平然と打ってきますから、はい、止まらないですからね。さあ第3ラウンド残り1分切りました。モンシプールがこのラウンド右の目をカットしたんですが、それでも攻勢に出ています。中里も懸命にチャレンジャー応戦していますが、このラウンドはモンシプールまた出てくる。チャンピオンが出る。チャンピオン出る。今モンシプールが連打するところ、はい、連打するところ同時に、あ、ナイスが当たった。右が当たった。今の木だ。今の木だ。チャレンジャーが右側にいました。チャレンジャーは右だ。さあチャレンジャーがチャレンジャーの攻撃が今聞いてますよ。ラウンド残り30秒。チャンピオンの手が止まった。聞いてますよ。チャンピオンの手が止まった。中里出る。ここでもう少し脇を締めて、ショートで打てば。あとまたチャンピオンが打ち返してきた。チャンピオンが打ち返してくる。チャンピオンの左だ。右だ。さあお互い激しい打ち合いだ。お互い打ち合いだ。打ち合いだ。足りませんこれ。第3ラウンドほとんど時間がないか。モンシプール、まあ中でも聞いてますけどね、はい、モンシプール聞いてますよ、モンシプールからダウンを奪えるか。しかしモンシプールも前に出てくる。中里ここはクリンチで一旦離れます。中里も懸命に手を出してくる。中里のパンチも当たっています。モンシプールの顔面を捉えています。長さの右のガード硬いですからね、連打 しているところその時ガード開きますから、はい、同時に打っちゃえばいいですね、はい、モンシプールが守るんじゃなくて同時に、今みたいに同時に同時に同時に激しく打ち合います。ここで第3ラウンド終了。チャンピオンが右のまぶたのあたりをカットしましたが、激しい打ち合いが続いています。このラウンドも激しい打ち合いでした、危なかったと思ったら、中里の右のこれ効いたんですね。これは右アッパーを打とうとした時に右ストレートのカウンター、どうしてもこのフランスの地元のテレビ局の映像ですから、チャンピオンのこの構成のシーンが多くなっているんですが、そうですね、モンシプールが効いたところは映ってないですね、ただ中里のパンチも明らかに相手にダメージを与えています、うん、これダメージは両方ありますよ今、はい、さあ第4ラウンド、そうなりますとダウンシーンというのも、いやこれは近いでしょうね、この状態で後半まではいきそうないですからね、はい、お互いに足を止めての打ち合いが続いています。第4ラウンドの立ち上がり、今度は中里が頭をつけて前に出る。中里細かいパンチチャレンジャーです。モンシプールも左のボディから右、そして左だ。しかしこれだけモンシプールが前に出ることができないという試合がない ないですよ今まで、はい、それだけ、あっと右当たった。チャレンジャー右当たった。モンシプールは効いて、ナイスアッパー。今度は左からボディも顔面も今モンシプール効いてますからね、それだから前に出れないんですよ今、はい、チャレンジャー多いチャンスがあります。中里も苦しいですけど、はい、苦しいですが相手苦しいですよ相手も。あっと今度はチャンピオンだ。モンシプールが出てきた。モンシプールの右が伸びてきます。モンシプールはしつこくしつこく今までは今までのこれまでの試合というのは出てくるんですけどね、はい、今日のは出るときの思い切り出ますね、はい、第4ラウンド手元の時計で1分が経過したところです。画面の右
琉球のヌイトルが見えます。チャレンジャー沖縄出身の長崎茂32歳、チャンピオン。ウィシュボールが出てきたところは同時に打つことですね、はい、とあとここですね、同時に、チャンピオンが手を出してきます。一発を狙っている長里、あいつ左か右、さあ長里が今度は出るぞ、左か右だ、長里のパンチ、チャレンジャーのパンチ、チャレンジャー構成だ、チャレンジャー構成だ、チャレンジャー構成だ、長里大いっちゃう、あっと右当たった、右当たった、チャレンジャーの右当たった、チャレンジャーの連打、チャレンジャー連打、さあ長里出るぞ、長里、あっと、しかしモンスプールも負けていない、応戦する、激しい打ち合いになる、ちょっと第4ラウンド残り1分になるところ、今度はあっとチャンピオンの構成か、ちょっと長里どうですか、ダメージ鼻血が出ています、ね、切りましたかね、右の目をカットしたでしょうか、切りましたかね、今度はチャンピオンの左、ちょっとやっぱり打ち疲れてきたところで、まあ、はい、第4ラウンド残り50秒を切りました。しかし長里の表情がちょっと状態で打ち返すことができるチャンピオンもさすがですね、この辺りがすでに3度全てナックアウトで防衛しているチャンピオン、マエル・モンシュプール。でも今までの防衛戦のノックアウトとは今日はわけが違いますよ、違いますよね、それだけ中里のハードパンチがチャンピオンの顔面、そしてボディを捉えています。チャンピオン苦しいですよ、今ちょっと時計に目をやるようなね、仕草見えましたからね。さあ残り15秒だ、第4ラウンド、さあチャンピオンが出るぞ、チャンピオン出る、中里手を出せるか、あっとまたチャンピオンが前に出てきた、チャンピオン前に出てきた、ノーピンチ、あーっとバランスを崩した、危ない、長里危ない、しかしこのラウンドほとんど時間がない、長里危ない、あっとゴング、ここでゴング、第4ラウンド終了、最後は中里棒立ちになりましたが終了のゴングが鳴りました。しかし効いた状態でチャンピオンまだ打てるんですからね、最後のシーン中里のダメージ、このインターバルで戻るでしょうか、この1分間、はい、今水かけてますけどね、1分間なんとも言えないですね、このダメージは中里深いですね。これがあの終盤チャンピオンが見せたラッシュのシーンなんですが、中里は打たれながらでも打ち返そうと思うんで、相当足に力入れて踏ん張ってるんですよ、今、はい、まあですからご覧のように、カウンターでここからこれは中里効きますね。さあ中里のダメージはどうか、第5ラウンドが始まりました。こうなりますとチャンピオンも一気に出てくるんでしょうか ね、まあ、そうですね、勝負をかけてくるかチャンピオンのモンシュプール。中里やっぱりですね、はい、セコンドの指示があったと思うんですけど、今下がってしまったら、はい、あっと中里、はい、モンシュプールが出てきますからね、逆に今前に出てますよ、ロープに押し込んでいます、相手を出させないと、中里は右を出す、懸命に身を出していきます長里、しかしモンシュプールがパンチを出してくる、あっとモンシュプールのワンツーだ、中里も応戦します、チャレンジャー右、苦しくても中里もこれだけできますね、しかしチャレンジャー長里、いやすごい闘争心です、チャレンジャー長里茂、モンシュプールもガードを高く上げてパンチを出してきます、リング中央に両者戻りました。モンシュプールここで行きたいんですけどね、行きたいんですけどいけないですね、モンシュプールもいけないですね、モンシュプールがパンチを出すか、この手数を出しながら前に出るのがモンシュプールのスタイルなんですけどね、なんとか状態でかわそうとしています中里、そして相手を追い込みます、チャンピオンを押し込みにいきます、さあ中里のパンチ、ロープに滑る中里、チャンピオン効いてますよ、このラウンド中里が盛り返してきました、チャンピオンも苦しいですよ、今苦しいですか、苦しいですよ、さあしかしチャンピオンがパンチを出すが、ここはピンチです。そうなりますと中里にもまた盛り返すチャンスが巡ってくるか、よく激しい4段目のダメージからよくこれだけできません、中里懸命の頑張りを見せる中里、しかしモンシュプールのワンツーだ、あっと左が当たった、左が当たりました、モンシュプール、中里、あっと右、左、そして右、中里、おっと激しい打ち合いだ、何かもうどちらが倒れてもおかしくない展開です。モンシュプール足を止めて中里のパンチを打ち返していきます、またレフリーの方に目をやりました、モンシュプール、明らかに中里のパンチを嫌がっているような、中里のパンチと中里のバッティングに対してですね、はい、だからこれだけチャンピオンが嫌がってるレフリーに助けを求めているということなんですよね、はい、ですからそれだけ中里の攻撃が功を奏しているという流れもあります。さあ残り50秒だから相当チャンピオン苦しいんですよ、はい、チャンピオンも苦しい、中里も苦しいか、さあ中里出るか、世界タイトルは目前だ、チャンピオンベルト目前だ、しかしモンシュプールが打ってくる、中里懸命にこらえて打ち返す、同時に打つこと、
大きな左は空を切ったチャレンジャー中里同時に、さあモシプールが出てきた、モシプールが出てくる、あっと倒れたか、これはスイップ、スイップです、プッシングですね、プッシング、はい、今中里が押したということでしょうか。ただ今のスリップダウンなんか見ても、相当な疲労度ですよ、チャンピオン、なるほど、チャンピオンもダメージは相当あります。中里も懸命に打っていきますが、ここはクリンチ、第5ラウンド間もなく残り10秒になります。チャンピオンも相当バテてますよ、さあ試合開始当初から続くこの激しい両者の打ち合い、第5ラウンドもほとんど時間がなくなりました。中田のパンチ、中田のパンチが当たったところで、チャンピオン投げてますよ、これ投げといきますよ、このままだったらモンシプールの明らかにダメージがあります。試合は中盤、これから第6ラウンドを迎えるところ、ご覧のようにチャンピオンのマヤル・モンシプールもかなりそのまぶたの傷もそうですが、顔の表情を見ていてもね、もう口を開けてですね、本当にびっくりしてる表情ですよね、はい、それから浜田さんご指摘のようにかなりチャンピオンにもダメージありますね。ダメージそれと、疲労、はい、両方ありますからね、はい、一方の中里なんですが、中里もこれもちろんあります、中里ももちろんあります、チャンピオンもありますね、はい、ということはここ次のラウンド、今まではラウンドの前半中里と良くて、後半打たれるというところありましたけどね、はい、5ラウンドは前半良くて中盤打たれて、後半また中里を打ったということは、このラウンドいければ中里いきますよ、はい、さあ第6ラウンド中里が前に出ています。モンシプールなかなか出れないですからね、はい、ここでいければ交代します、中里が中里を取りますよ、中里がここで一気にチャンピオンのモンシプールを仕留めるか、しかし中里はモンシプールのスピードを押してますから、はい、ここでいければ中里を取れますよ、はい、共に好戦的なファイタータイプ両者、第1ラウンド開始早々から激しい打ち合い、まず中里が攻勢を、あっと左攻勢を仕掛けて、中里の体はなかなか動かんか、あっと今ちょっと軽い左が当たりました、軽い左が当たっている、しかしそれでも前に出ようとする中里、モンシプールもなかなか前に出れないですからね、はい、ここでさっきの5ラウンド目の攻撃できればいけますよ、はい、モンシプールが前に出ようとしています、モンシプールのスピード完全に落ちてます、落ちていますか、落ちてます、はい、ここで相手を突き放します中里、中里もここでその世界を取れるかどうかの、ここで打てれば瀬戸際ですね、ここでさっきの攻撃できれば取れますよ、はい、一発で相手をキャンバスに沈める、そのパンチ、モンシプール相当バッてますから、モンシプール相当バッてますから、さあ中里がパンチを出せるかどうか、ここで中里ガード固めて、はい、パンチを溜めて、そこでパンチ振ればいいんですから、はい、軽く身をついていきます中里、軽いパンチじゃなくてですね、はい、パンチを溜めてしっかりといいですから、はい、謎に左のボディーブロー、さあ中里出る、さあ中里出る、チャレンジャーが出る、もう一回チャレンジャーがさらにパンチを溜めていけるか、中里が状態を復帰します、チャンピオン相当バッてますから、チャンピオンも懸命にこらえています、左のボディーブロー、左を出しています、チャンピオン相当バッてますよ、今明らかにチャンピオンもスピードが落ちています、第6ラウンド、あっと右、右当たりました、チャンピオン中里 も懸命にパンチを出そうとしますが、お互いに足が止まっています、ガクーンとスピード落ちますね、そうですか、第6ラウンド残り1分を切ったところ、ちょっと中里 もチャンピオン相当バッてますからね、はい、さあ右を突き上げる、さあチャンピオンが左か右から左を出します、チャンピオンがリング中央でパンチを出すが、懸命にクリンチ中里、さあ花抜きは連打だ、連打、チャンピオンの連打、チャンピオンの連打、チャンピオンの連打、ここはクリンチ、ここはクリンチだ、さあしかしまだ前に出る、あーっと右当たった、右当たった、さあチャンピオンが一気に出るか、チャンピオンが出るか、チャンピオンの連打、チャンピオンの連打、中里、中里の足がフラフラだ、フラフラだ、チャンピオンが一切かまわずパンチを出す、中里の研究用意、あーっとダウン、ダウン、中里ダウン、モンシプールの連打崩れ落ちるように膝をつきました、中里カウントが入る、あーっと止めた、止めました、テクニカルノックアウト勝ち、チャンピオンマヤル・モンシプール4度目のタイトル防衛、中里3度目の世界挑戦もあと一歩タイトルには届きませんでした。チャンピオン苦しかったんですね、この喜びは。しかし場内マルセイユのこのパレ・ルースポー6000人のファンからは総立ちで拍手が送られています。このラウンドですね、6ラウンド目、このラウンドに5ラウンド目の攻撃ができたらタイトル取れたと思いましたよ。今ただ赤コーナーに戻ってがっくり座り込んでいる中里、そこに今チャンピオンモンシプールが握手をしに行きました。そしてご覧の場内の声援、カメラのフラッシュに応えています。
それにしてもすごい打ち合いでしたね。力使い果たしてしまいましたかな、ご覧の目で。中里ご覧のように赤コーナーがっくりと座り込んだまま、まあしかしモンシフォルも相当ダメージもあるし疲れたんですけどね、中里が疲れていると思うとですね、自分より相手はもっと苦しいんだと、いうことだから最後の一踏ん張りできるわけですよね、中里そこができなかったか。最後は右が当たって左というところだったでしょうかね、まあ、最後の左というよりも右、カウンターになりましたからね、まあ、疲れてきたところのカウンターですから、あこれですね、よく打ち返してますよ、これ上に伸び上がろうとしたところのカウンターですから、これは仕方ないですか、これだけダメージ蓄積している時のこの右ですからね、これは仕方ないですか。まあ、中里としてもその己のスタイルを貫き通したというんでしょうか、5ラウンドまでに決着つけると言いましたけど、まあ、この5ラウンドの攻撃をあと1ラウンドできたら、あと1ラウンドできたら、この1ラウンドが重かったんですかね、あと3分間できたら、まあ、チャンピオンが限界だったんですから、まあ、中里も限界で来てましたけどね、ただ何と言うんでしょう、このその判定まで12ラウンドをお互いに一切考えない行くとこまで行くというね、このスタイル場内も大いに沸きました。これはまあお客さん喜ぶでしょうけど、選手は大変ですね、はい、残念ながら中里3度目の世界タイトル挑戦も、まあ、本当に惜しかったんですが、タイトルには手が届きませんでした、まあ、しかしモンシュポール、チャンピオンのモンシュポールも中里が勝負に来たら前半からまた同時に勝負に行く、さすがですね、結局6ラウンド2分47秒テクニカルナックアウトでチャンピオンのモンシュポールが4度目のタイトル防衛に成功しました。まあ、中里にとっては初めての海外での試合、そしてフランスでの試合ということだったわけですが、お客さんの、まあ敵地の声援を跳ね返しながらやったんですけどね、あと一歩の壁、できると思ったんですけどね、5ラウンド終わった時点で、非常に激しい打ち合い、素晴らしいファイトを見せてくれた中里だったんですが、残念ながらモンシュプールにあと一歩及びませんで6ラウンド TKO 負けを喫してました。中里の3度目の世界挑戦もタイトル獲得には至りませんでした。ただご覧のようにチャンピオン、そしてチャレンジャー、その中里に対しても大きな声援が送られています。このイランで生まれフランスで育ったモンシュプール、夢は母国イランでの防衛戦だというふうに話しています。マエル・モンシュプールが4度目の世界タイトル防衛に成功しています。